皆さんこんにちは。えー、それでは2021年向けの秋のですね、えー、コースのまあガイダンスというかまあ簡単にですねコースの中でまあどういうことを目指やってですね合格を目指していくかというところお話をさせていただきたいと思います。担当アレッスにこうはレクセニクをしたベンジタオです。皆さんこんにちは。 はいでまあ、この講座秋から始める講座というところで担当と論文試験を一気に合格しましょうというところですねで、まあ、詳しくはパンフレットとか、まあ、講座のほ他の、ね、ガイダンスとかもありますからそこを見ていただければいいんですけども今日はまあ端的にねポイントは20分ぐらいで一体どうすれば受かるのかどうやってやっていけば受かるのかというところですでまずよくガイダンスとかでも、まあ、お話を伺うんですけどちょっとまあ講座の時間数ね秋から始めるとこれ間に合うのかとか で、実際は講座見てもまあ時間数を見てもね。あれ、ちょっと少ないから大丈夫かなと思うかもしれませんけど、そこはあのご心配は不要です。まあ、私の方として考えているのはまあ皆さんに。とって で試験に受かるための勉強をしていただきたいと思っています。これがまず第一のポイントです。なので出るところと出ないところというのは試験というのがあるんですね。勉強とまあ、試験というかまあ、試験に出るところでないところがある。だから出るところを優先的にやっていただくとまずこの優先度をつけるということが勉強においては一番重要です。で特に はいもう考えていただきたいと短期間でじゃあどうやって合格レベルに達するのかっていうのは、もうこれ簡単で、これまあ例えばね、横軸を学習していく勉強量、学習量だと思ってください。時間ですね。で、縦は実際にまあ習得していく量だと思ってください。で、ずっと勉強の知識って増えていくんですけれども、勉強時間をね、かければかけるほど知識が増えていきます。で、全体の勉強量がまあここだとしましょう。100%。ね。ってなった時に、合格ラインって、おおむね70%でいいんですね。 でここが非常に重要で勉強というのは10個やったら10個覚えなきゃいけないわけじゃないです。特に資格試験の勉強はそうなんですで。皆さんは学生時代ね、やったことを全部覚えなきゃいけない。ね、あのしっかりやんなきゃいけないと思ってたかもしれませんけど、そんなことはないです。これは何かと言ったら合格ライン70%のところ。ここを狙っていただきたい。そうするとね、 これって学習量考えると学習の知識って実はねこうやって最初の頃っていうのはね初めていろいろ勉強するから一気に上がってくるんですよ。でもだん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 来ると難しかったり細かいところになってくるから実は勉強時間に比例してて力があままり伸びなくなくってきます。まあ、これねあのロールプレイングゲームとかやってる方はわかると思うんですけどロールプレイングゲームってそうなんだよね。最初の頃ってレベル上がりやすすいんですよ。 レベル1とか2とか3には。ところが最初のレベル40とか50になってくると、だんだんレベルって上がらないわけよ。何匹何匹も敵を倒すだけ上がっていかないと。でもゲームって、例えばレベル100まであるゲームでも、100まで上げなくてもクリアはできちゃうわけ。例えばレベル70ぐらいで十分クリアできるわけ。だそういった意味で、私はそこを狙ってる。別に100にする必要ないじゃないかと。 だからそう考えるとこれまあバイトまで言わないですけどこういうふうにねまあもう結局そのレベル70%になる力と実はその残りを上げる力っていうのが本当にもうほぼ同じぐらいかかってきますで私はもうここについてはもうカットしていいだろうとだって受かるためには必要,まあ必要なくはないんだよ、うん、やってもいいんだけどただまず優先的にここをやっていただきたいということを考えてますそうするとじゃあどうやったらそういうふうに絞れるかっつったらもうこれは単純で私は。 もう皆さんにはここだけですお伝えしたいな。はどーんちょっと大きいですけど過去問です結局過去問から逆算して今やる勉強を決めていっていただきたいと思っています過去問から今やる勉強を決めていただきたいだからゴールが決まるわけよ だゴールから逆算ししてて勉強いいくととうことになります。で、その時に私が主に使う教材としてですね2つ挙げてます担当試験と論文試験でこれこれこれもんって言ってるんですけど担当試験に関しては担当これも論文試験に関しては論文これもあとはまあ過去問ですねプラス両方にこれに過去問をくっついたものこの勉強さえすれば短期間で合格レベルまで引き上げることができます。 で、まずじゃあ担当試験対策っていうのはどうするかって言ったら、まずこれ年内にやることがもう決まってきます。年内に何をやるかというと、担当試験は私は条文への落とし込みという作業をやってもらってます。で、これ何かというと、条文に過去問の出るポイントをこう自分で探して書いていくっていう、この作業をきっちりやっていただくということになります。ただ、これはね、ちょっと大変なのは、まあどこでもいいですよ。 こう、例えば、過去問というのはね、こういう形になっているね。うん。いっぱいこう書いてあってさ。で、その中で、こういうふうにね、まあ、解説が書いてるわけだ。で、ここから、例えば、許四48条、53条、48条、6、アホン64条。ここの条文にメモを書いていくわけ。どこをポイントとして聞いたのかっていう。ただ、これ見ていただくとわかるんですけど、例えばこの問題ね。許九97条,条、77条、99条、94条。ね。でこれは、まあ、ちょっとまた別かな。とか、次の問題。77条、これ77条、これ99条。 うんとかこうバラバラに出てきます過去もだからめちゃめちゃ時間かかるんですうん。で例えば今言ったより77条って何回か出てきてますけど77条ってじゃあポイントとして何が聞かれてるかっていうのがいまいちやっぱりね自分で探してくるのが大変ですそこでそれを楽にするツールがコレモンっていうのを使ってるわけですで、コレモンっていうのはどういうものかというとこれは単純で条文ごとにいいですかもう条文ごとに過去もを全部再配置してます 例えば、東京132条に関しては、今までこういう過去問が出てますよっていう、これ過去問を平成14年から全部のけてます。ってなると、皆さんは132条の条文にチェックするときは、ここの過去問ベースを見ていけば、全部同じ条文で見ていけます。で、さらに、この条文って実は当然、ね、これ試験問題って出るポイントが決まってくるわけもう。うん、同じね、聞き方違うんだよ。 聞き方は違うんだけれどもやっぱり同じことを聞いてきたいわけ、うん、まあ聞くことなんか限られてくるからね条文もこれしかないんだからってなるときにこの2回以上今まで過去問の中で2回以上聞いてるのを私これポンって形でま,たまとめています例えばこれポン1査定刑審判の場合は全員で請求してくださいねこれポン2向こう審判の場合権利者に全員に対して請求してくださいねこういったもの例えばこれポン3同一の特許権請求項が同じかどうかを見てください ここうういっったところががもう出るるポイントが決まってくるんですね、うん。例えば平成27年の問題ここ請求要項が異なるって書いてます多分これはこれポン3のことを聞いてますそれから次ここですよね共有者全員って書いてあるねで共有者全員についてっていうところで、えー、これについてはこれえっ、ー、と無効審判なのかな非請求人としてますから多分ここはですねこれポン2ですねだからこれポン2っていうのは、まあ、向無効審判に対してっていうところなんでここですね共有者の全員をって。 ここについてが聞かれてる。だから、ここ聞いてんだなっていうことで、よし、ここチェックするぞって形でこう線引いていただくと、うん。こんな感じでやっていくわけですね。うん、実際自分で。で、これを、実は、特、実、意、章という4歩を、この衣を使ってやっていただくと。で、これが全部こういうふうにもう、条文ごとに、あのー、もう、まとまってるわけね。で、これ、メリットとしては、私は過去問から優先度をつけてほしいって話をしたんでしょ。うん、これね、条文ごとにまとめてる関係で、ほら、これ、例えば見て。 特許条って2個しかないだから重要度はもしかしたらちょっと落ちるかもしれないね。うん、とか1 3十3条の2って見ると、うん、まあ4問13040、うん、いやちょっと多いね、うん、ちょっと多かったね。うん、とかですね1 3十4条の2あこれこれもこんなにあるよ。うん、もうだからこいっぱいということはこれ過去問見ると、うん、ほらこんなに出てますよいっぱい出てる。 そうするとこれってすごい重要な条文だっていうのがもう,もう明らかですよねもうこんないっぱい出てるさっきみたいに2つしかない問題もあればこんなもうねもう何ページにもわたって出てる問題もあるわけ同じ条文で,、うん、でさらにその条文もこのこれっとんって形でもうや8つはまとまってくるわけ、うん、で結局このまず毎回出てる何回も出たことがあるポイントっていうのを押さえることが担当試験に合格するまず第一歩なのよ 近づく,近づくもうなんですかねこの一歩目、うん、だ私はまずそこをやってほしいわけ、うん、でこれがやっぱ過去問からねさっき言ったこれから見つけるのは難しいよだって全部条文バラバラに出てくるんだもんだこれを私がこう条文ごとに整理してますから,だからこれを使ってまずはしっかりと条文と過去問を対比して欲していでこれがまず担当試験の勉強ですまずこれやってほしい問題は解かなくていいです年内は解かなくていい うん、条文のポイントをしっかり押さえていただくで担当試験の勉強はこんな形で、ね、対策をしていくで論文はどうしますかこれ論文もね一緒なの論文もやること一緒論文の過去問ってね今度はさすごく大変そうに皆さん思うわけよ論文って例えばまあ何でもいいですよこういうパッてね映、まあ、すと平成30年うんまあ論文ありますよこうかいっぱい書いてあるなでどれぐらい書くかっつったらこんなに書くのこれここ、ね、ちょっとこれ拡大するとこんなに文章書かなきゃいけないの。 えこんなに俺書けるのってね皆さん最初に不安に思うかもしれませんでも安心してくださいこれね担当試験より実は論文試験の方が簡単ですうん解きやすいんです慣れればうんで結局論文試験の勉強ってねどうやってやればいいかと言ったらねこれ論文ってさまあ大体こんなに書かなきゃいけないからね答えになってもよく考えて、ね、これね試験なのだから点数つきます論文書くと うん、だから実はね各正解っていうのはこれ一通りもう決まってるわけ例えば文章の表現とか手におわとかは人によって違うけどでも実は各項目内容っていうのはこれは決まっています、うん、でもね実際にこれってさばらけるんだよね当たり前に何もないとで実は大事なことって例えばさよくねこれを私ガイダンスするんですけど今これ今中野で収録をしてます東京の。中野から例えば東京駅に行きましょうと。 どうやって行こうか、うんまあ都、ね、内の方は分かると思いますけど中央線で行くっていうのが正解ですけどでも正解ではないんだよ別に中野から一旦東西線でね飯田橋に行っていただいてで飯田橋から、えー、そこから総武線に乗り換えて秋葉原に出てでそこから山本線で東京行きまあまあいいでしょうそれでもまあもしくは、えー、東西線でどうだ大手町まで行けるのか大手町まで行ってそこから歩くまあそれもあるよ それから、中野から、ね、一旦新宿に出て、で、新宿から湘南新宿ラインで、大宮に出て、大宮から新幹線で、ね、東京に来る。まあ、これも行けてるわけだから、間違いじゃない。でも、そんなことする人いないよね。うん。実はまさに論文が一緒で。これもね、決まってくるわけ。だから、中野から東京急さ、中央線で行きますっていう。まあ、ほぼ一通りになるので一緒で。うん。ただ、今言ったように、ね、残念ながら、さ、電車と違うから、みんないろんなとこ行きたくなるわけ。じゃあ、どうするか。 絶対にもう中央線で試験員としては行っていただきたいなと思ったらポイントを置くわけ例えばお茶の水を通ってくれとか、ね、お茶の水を通ってくださいっていうともうこれはさっき言ったように湘南新宿ラインを使うなんていうのは絶対入ってこないし、うんねまあ、なかなか東西線で行くっていうのも入りにくいかなじゃあ俺総武線で行っちゃうよという人は出るかもしれないそ次にじゃあ乗り換えはしないでくださいっていうふうに出すわけ問題をでそうすると、ね、1回しか電車乗れなくてお茶の水通るって言ったらもうこれはもう中央線しかないから。 そここで正解が出てくるとということになるわけだから論文も実は一緒で問題文の中にチェックポイントを置きます。こういうねこうポコポコって言葉があるわけ。それに基づくとあこの言葉があるっていうことはこのことを書かないきゃいけない。この言葉があるってことはこのことを書かないっていうのが実はこれ明らかになってくるんですね勉強進んでくると。私これトリガーって言ってます問題文の問題文からトリガーを見つけることが大事です。トリガーを見つけることが大事うんで で問題文を読んだら「あトリガーがあった」って言ったらこれ書くことが決まるんです。あここにトリガーがあるよって言ったらこれ書くこと決まります。こんな形であこれそれぞれについてこんなことを書くぞっていうのが実はこう部品ができていくんですね。でこれそれぞれの項目ができてでその部品をえいてパタ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 って答案形式に組み直すんです。 そうする問題文の言葉からあこれこうこうこれ書こうこれ書こうっていう形で決めてでそれを整理してあげるですなわち問題文から必要な項目を抽出しますでこれを答案構成とよく言ってます。で答案構成された項目から今度は文章ごとに必要なパーツですねあこれってこの項目を書かなきゃいけない、まあ、例えば「占使用」だとか「無効審判」だとか「拒絶料」とかいろいろあるんですけどそういったものを書かなきゃいけない。 でパーツごとの文章を書いてあげてそれを答案の形に並べ替えればこれで終わりですってなった時にここの問題文から必要な項目を抽出するっていうことはこれは過去問で練習しますうん過去問で練習するで問題はこっちですそのじゃあ何を書くかも分かってもじゃあその書く内容についてを理解していかなきゃいけないんですっていうのをこの過去問から今この写したね例えばこの写した過去問からここから勉強していけばいいんです うん、あ、これについてはこれ書けばいいんだな。これについてはこれ書けばいいんだ。これ実はね、部品の組み合わせになってるの。全部この答案って。でもさ、それをやっぱり皆さんがね、部品の組み合わせを、あの、自分で抽出するっていうのはかなり厳しいと思います。うん、だからどうしたかっていうと、私がこれを全部ばらしました。で、ばらして、一個一個の部品に今度組み込み直してます。組み,組み込み直してる一個一個抽出し直してます。で、それが何かっていうと、論文、これ、んってやつです。 で論文コレモンってやつはこういう形で例えば1個の問題ねこれ,あのこれ,これ定形文って書いてあるんですこれが例えばこれは23年の2問目なんですけど23年の2問目で使っている文章の中の一部分だけを取ってますいわゆるこれで1個の文章なのよ、うん、でこの1個の文章なんだけどただこれだけ見てもよく分かんないからだこれに対応した問題をつけてますって、うん、なると1個1個例えばこれ発明の種類についてはこんな文章を書けばいいとか ね、こういうところで全部ねここバラバラ例えば何でもいいんですよ。例えば、えーまあ、趣旨とかもあるよねこれちょっと映、えー、すと。例えばこれ「出願公開制度が導入された趣旨について説明してください」とかであと「保証金請求権」でこれは「保証金請求権」っていうね、まあ、言葉があの問題が実はあるんですけど例えばこれ問題文中に「出願」 登録前ね、出願登録前じゃないや特許出願が登録前に相手が実施している相手が発明をもうやっちゃってるんだよ自分が特許出願した後、まあと前かもしれないとにかく自分が登録前に相手が発明を実施しているよって言った場合はあのこれっても実はそこはトリガーになりますおっ登録前ってことは補償金請求権だってことは補証金請求権について何を書くのかっていうことを見ればいいと、うん、で補償金請求権を行使できるねこれは要件だったりまあこれあと審査請求っていう、まあ、この項目 うん、早期公開とか、まあ、いろいろあるんですけどこういう項目を入れてあげればこれでここの実はパーツがでででききちゃうんですすれれ理解をししっっかりてていただくとでこれで論文対策になってきます当然担当でやった条文というのも担当の条文は細かくね一個一個の条文しか見てませんからこう見ることによってあ組み合わせが分かってくるあ65条48の364条の2あこういうところをね組み合わせていけばいいんだということで流れが分かってくる。 だから少なくとも担当ね、まあ、当然時期的にはもう秋ですからちょっと遅いかなってね皆さん思ってるかもしれませんけれどもただいやいや実は今言ったように試験にやることさえ絞今言ったに担当だけやるよりかは論文のレジュメをこうやって一緒に見ていくことによってね結局まあ両方の知識がこう確実になっていきますで。特に私は講座の中でやっぱり一番重視してるのは覚えることじゃないんだね。 うん、やっぱなんでそうなっているのか、で、よくこう、二つのファイい、二つのなぜって言うんですけど。で、一つはなぜその起点なっているんだ。っていうところ、しっかり考えてほしい。で、もう一個は、まだちょっと早いんですけど、実際問題解いていただいた後に、なぜ間違えちゃったのか。で、このなぜ間違えてしまったのかっていうところの理解が浅いと。どうしても本番の試験では点数が取れないんです。過去問解けるようになるんだよ。過去問解けるようになるんだけど、やっぱ過去問の解説ってさ、そこはあっさり書いてあるから。 これいいんだよ、解説はそれで。ね、例えば、条文には、特許庁長官って書いてありますよ。本文は審判長です。よって罰、ツうん、そっかそっかと。これ審判長じゃなくて特許庁長官なんだ。っていう形で納得して終わるんですけど、じゃあ、なぜ特許庁長官なのか。そもそも自分は、なぜ審判長だと思ったのかっていうところをしっかり潰さないと、本番では点数にならないんです。単純に、あ、特許庁長官だ。間違えた。よし、覚え直そう。これダメ。うん。ちゃんと、 なぜ自分が審判長と選んでしまったのかそこを理解していくことが重要ですそういった意味ではあのそこの部分をきっち今やったようにやっぱり特許の条文とかって条文を読んでもやっぱりねよくわからないですだからかそう私もそうやっぱりね難しいよ条文で今やったようにやっぱり条文は目的を持って読まなきゃいけないじゃあどういう目的を持って読むかこれは本番の今言った過去も 過去問で問われてるところをまずしっかり読むとでそれ以外のことも試験出るんじゃないですかうん出るでしょうでもまずはやるべきことが違うやるべきことは試験に出るところ過去問で出たことがあるところそこを確実にしていくでそのためにはツールとして見えたこれもね、担当と論文のこれモっていうのがあってまずは過去問に出てる範囲をしっかり固めていくとで実は過去問で固めてる範囲をしっかり固めてしまえば70%の範囲はクリアできるんですね。 でということはそこで合格ラインに十分乗るということになりますから、まあ、これから秋からということになるんですけれども、ね、期間的には短いと思うかもしれませんけれどもやり方を間違えななければ十分に合になってきますあとはもう学習時間をしっかりとって、ね、あくまで講座の中で私がこういろんなきっかけを話をしていきますからそれに基づいて自分で今言った作業をしていただくと。 で特にこの落とし込みっていう作業に関しては年内ですね年内にやっぱりきっちりできるようになっていると年明けがかなり楽になります。と、うん、いうことはまあおおよそあと2か月ぐらいということになりますけど、ま、2か月必死にやるとねかなり力つきますので最初の頃は分かんないことだけだと思いますいいです分からないのが当然ですから皆さんこれからね勉強しようとしてる方もしくは勉強してなた方分からないから勉強してるんでね、うん、分からないことは恥ずかしいことじゃないですし、うん、間違えてもいいわけだ受験生の間は。 そういったね気楽な気持ちでまあどうせあとはね細かくやっても忘れます、うん、で例えばさっきの「論文コレモン」とかもあ,のあんまりきっちりやる必要ないんです最初はまあよく私言うのは一言で説明できるようになってねって言うんですけどうん繰り返しやってもらいますうん3回やろうと思ったら最初の1回目は3分の1理解すればいいわけでしょ、うん、最初から100%理解することはないです、うん、だからそういった意味ではまず自分のできるところをしっかりやっていくっていうことを中心に勉強を進めていただければと思いますはい というところで、まあ、秋からということになるんですけれども今言ったまあ論文の担当も、まあ、これも、まあ、いわゆる過去問だね、うん、過去問の範囲をしっかり潰すことによって、えー、合格、えー、合格をね目指してライのね、えー、やっていきたいと思いますはい、えー、というところで今日は短い間でしたけれども是非ね、えー、講座始める方は一緒に頑張っていきましょうそれでは私の方はこれで終わりにしたいと思います皆さん頑張っていきましょうお疲れ様でした